はい、というわけで皆様おはようございます。フォルテです。シャキーン。今弾いたベートーベンの悲愴も演奏する夢の超名曲なコンサートツアーが決定しました。フォルテピアノパフォーマンスツアー2023から2024冬です。このコンサートではベートーベンの悲愴だけでなく、ベートーベンの月光、ベートーベンの熱情三楽章、ショパンバラード第1番、ございません。それ以外にもショパンのワルツ第19番だったり、ショパンノクターン遺作だったり、ショパンのラルゴ、そして英雄ポルネーズ、その曲目だけではございません。ショパンのバラード第2番も演奏します。それ以外にもラーカンパネラ、まあそんな有名な曲、超名曲しかないコンサート、私させていただきます。このコンサートツアーでは今まで取り組んでない曲がたくさんございますので、まあ僕の新曲を見てもらえたらなと思っております。そしてね、このショパンバラード第2番だったりベートーベン悲愴っていうのはね、まあずっと弾きたいと、コンサートで弾きたいと思ってた曲なので、楽しみにしてもらえたらなと思います。そんな有名曲をたくさん集めましたので、今回はベートーベン月光全楽章、悲愴2楽章、熱情3楽章というね、まあ、夢のコンビネーションなプログラムとさせていただきました。そのコンサートは11月から全国各地回ります。11月4、神奈川、11月5、東京、11月25、兵庫県神戸市、12月9日、北海道、12月16、埼玉、12月24、千葉、イブ、1月7日、静岡、1月8日、愛知、1月13、岡山、1月14、大阪、1月20日、福岡の全国各地でさせていただきますので、ぜひとも皆様、こちらの情報チェックよろしくお願いいたします。そしてショパンバラード第2番ではですね、数年前に動画投稿をした、まあ演奏曲目ではあるんですけれども、そこからねずっとコンサートで弾いてませんでした。で、一回もコンサートでは弾いてません。ですのでね、まあその過去の僕と比べて、この演奏動画も貼っときますのでね、まあチェックしてもらえたらなと思うんですけど、どのくらい変わったのか楽しみにしてもらえたらなと思います。もちろんバラード第1番も弾きますので、誰しも楽しめるかと思っております。そんなコンサートチケット販売開始は8月の5日から発売開始となります。というわけで皆様チェックお願いいたします。それではいいコンサートツアーになりますように。いや、なるためには僕が練習しないといけないんですよ。願っても上達しないので、練習しときます。というわけで皆様、グッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッと戻してって。なんならチャンネル登録してね。ガリマッチョ、細マッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョマッチョ。